おはようございます。12月13日月曜日の全国のお天気をウェザーニュースキャスターの内田由紀がお伝えします。冬型の気圧配置となり、日本海側を中心に雨や雪が降りやすいです。特に北日本の日本海側から北陸にかけては荒れたお天気となる恐れがあります。雷や突風を伴ったり風も強まる心配がありそうです。そして山沿いでは大雪となり、積雪が増加するような恐れもあります。路面状況の変化を気をつけください。一方で関東一斉の太平洋側では広く日差しが届きます。ただ瀬戸内や近畿、東海エリアでは雨雲が流れ込む心配があるので注意が必要です。各地一日を通して寒い体感となります。暖かくしてお過ごしください。詳しい情報はお天気アプリウェザーニュースでもご覧いただけます。ぜひご確認ください。